はいどうも、ギターキャンプ講師の勝木です。先日改造したこちらのギブソンレスポールカスタムなんですけれども、改造後のサウンドもめちゃめちゃに気に入って使ってます。そこでふと僕そういえばもう一本レスポール持ってたなと思い出しまして、先日実家から持って帰ってきました。こちら借り物なので正確な品名は不明なんですが、おそらくエピフォンのレスポールスタンダードフローレンタインプロというモデルだと思います。実は僕10年ほど前にとある会社の社長秘書をやっておりましてですね、そこの会社にいたゲノシーさんという偉い人にですね、このエピフォンのレスポール借りました。そこから早10年経っているわけなんですけど、ちゃんと約束はしてないけど永久に借りているっていうことにしておきます。というわけで今回はギブソンとエピフォンのレスポールのサウンド引き比べをやっていきたいと思います。ちなみにエピフォンの方は中古で市場価格約7万円、それに対してこちらのギブソン新品価格77万円、約70万円の差額が果たしてサウンドにどんな影響が出るのか楽しみです。We'll be right back.
でしょうか。同じレスポールなんですが、サウンドの方がだいぶ違かったように感じました。ただ単純にプラグインだけのサウンドとなると、この70万円の差がじゃあ果たしてあったのかと言われると、ちょっと分かりにくいかもしれません。というわけで僕個人の感想をそれぞれ言っていきたいんですが、まずエピフォンの方ですね。ご覧いただいて分かる通り F ホールが開いてて、セミホロー独特なサウンドになってるなって感じがしました。かなり強めにピッキングしても空気感が残って、やや歪みにくい印象があります。なので歪みが強すぎるとちょっと輪郭がぼやける印象があるので、やはり浅めの歪み、オーバードライブとかクランチとか、そういったサウンドで演奏してあげるのがやっぱり一番生きるギターだなと思います。でも逆にファズを使って深くダークな歪みでグランジっぽい使い方をしても面白いのかなとも思いました。それに対してレスポールカスタムの方は、こう歪みが深くてもなんか芯が残るというか、高音域が削れない印象があります。結構がっつり歪ませても個性が残る感じがしますね。ただこの P90 のピックアップは結構ノイズが乗る感じがするので、わりかし深い歪みで演奏する場合は多分ノイズサプレッサー使うと思うんですけれども、そうするとね、こう帯域が削られるというか、あとはあのニュアンスがなくなってっちゃったりもするので、ちょっと悩ましいところですね。そしたらサウンド面以外の違いについても一応言及していきたいと思います。まずペグですね。こちら改造しちゃってるんで何とも言えないんですけれども、6ペグになってます。見た目同じですけど6ペグで、こちらノーマルですね。はい、チューニングの精度はやはりあの6ペグの方が高いような気がします。特に3弦側ですね。3弦がめっちゃ狂う感じがします。なので1音半チョーキングとかすると結構狂っちゃうので、わりかしシビアな調整が必要なんじゃないかなって感じがします。そしたら次にネックですね。こちらもしっかり太いなっていう感じがします。でこっちはまあ普通っていう言い方が、どうか合ってるか分かんないけど、まあ女性でも問題なく演奏できる感じの太さっていうところですね。続いてウェイトですね。こっち 4.1 あるんですが、こっちですね、やはりくり抜かれてるので体感的にはね 2.8 ぐらいなんじゃないかなと思います。まあ多くても3キロちょっとぐらい、まあ、人間の体重の1キロって言ったらまあたかが知れてるかもしれないんですが、ギターで1キロって言ったら結構違うので、そこはね好みが分かれるところだと思います。続いてサウンドの心臓部ですね。ピックアップが違います。こっち P90 で、こっちはアルニコ V で、こっちは両方ともハムバッカーですね。多分エピフォンのオリジナルのハムバッカーだと思います。あとは生鳴りの大きさがやっぱり全然違います。じゃあ一応カスタムの生鳴りも聞いておきますか。はい、こんな感じですね。改めてこのエピフォンのレスポールなんですけれども、なんで品番が定かではないかと言いますとですね、フローレンタインプロってあの記事によるとコイルタップの機能がついてるとのことなんですけれども、こっちね引っ張ってもね反応しないっていうか、ノブが取れるだけなんですよ。なんで多分違うと思います。改造によってコイルタップの機能を除去していないとしたらフローレンタインプロじゃないって感じなんですけれども、もう見た目だけじゃね正直分かりません。で大体そういうのってここにラベルが入ってたりするんですけれども、ちょっとそういうラベルも見当たらないので品名は不明です。なのでこのエピフォンのレスポールの正体が分かる方いたらぜひコメントで教えてください。というわけで両方の機種ともかなり個性が強いので、一般的なレスポールとは比較はしにくいと思うんですが、よかったら参考にしてみてください。